映画館では今も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ警備隊歌丸マンが今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon Diaz review about? Movie Watchmen。さあ、ここから夜11時までは劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ警備隊歌丸マンがウキウキウォッチング、その監視結果を3分以内に報告するという映画評論コーナーです。3分以内は嘘ですね、ピコンピコンとね胸から鳴り出してというね、生きていられないんだからこれはしょうがないというね、3分以内はございませんが、まあ、30分以内に報告するというコーナーでございます。今夜扱う映画は先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、劇場版ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ重勇士。昨年放映されていたテレビシリーズウルトラマン銀河 S の映画化、ウルトラマン銀河やウルトラマンビクトリーを筆頭にウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロや、10体の新世代ヒーローたちが集結する。メガホンを取ったのは仮面ライダーフォーゼシリーズなどで知られる、坂本浩一監督ということでございます。先週のリスナー枠でね、当たったということでございます。この映画見たよというリスナーの皆さん、ウォッチメンからの保管報告いただいております。メールの量はいつもよりはちょっと少なめでございます。いつもより大きな子供たちからのメールが多め、要するに年齢層がちょっと高めということなんですね。感想は褒めが7割ぐらい、アクションシーンの多さとそのクオリティの高さ、ウルトラマンへの愛を感じたといった意見が多かった。ただ脚本の説明不足についてはそこは気にしない派と、そこは気になって楽しめなかった派に分かれていったということでございます。はい、まあ、要するにこの言っちゃえばこうわざわざ行く派っていうことですよね、これね、ある意味ね。代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネームくまぽんさん、歌丸さんこんばんは。劇場版歌丸、劇場版歌丸銀河だって、劇場版ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ重勇士見てきました。坂本監督らしくアクション&アクション&お色気、ウルトラマンも人間側もアクションがふんだんで見応えがありました。お色気では男性だけでなく女性も興奮するような ようなムキムキシーンを入れるなど奥様層を狙った作りに、セブンの息子ゼロは、親父と師匠譲るの S っぷりだなと感心し、あの変身シーンは思わずそうきたかとうなってしまいました。親父はセブンで、師匠はレオってことですね。で、まあ、体育会系の鍛えられて、だから、セブンがレオに鍛えられて、レオがゼロを鍛えてという。また各ウルトラマンの BGM でさらに興奮、こういったところも個人的にはプラスでした。そのウルトラマンが出てくる、戦ってくるところにその BGM が流れるという作りになっている。一方ダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオネームスパイラル長英さん、私は太郎でウルトラファンになり、どちらかというと昭和シリーズのウルトラ好きです。しかし銀河無印&銀河 S、まあ、要は最初の銀河の、シリーズのね、銀ウルトラマン銀河と銀河 S、ゼロ関連の映画や毎週放送されているウルトラマン列伝はフォローしている。すごいね。平成シリーズのそれぞれの雰囲気は分かっているような気がします。そんな私がウルトラ重勇士の監視報告を申し上げます。結論から申し上げますと、分からない私が悪いのかな、全然面白くない、なんでです。いろいろと思うところがあるのですが、趣味の悪目立ちがすごかった。絆を深めるという名目の、名目のもと行われるロッキーじみた特訓にて、まあ、ぶっちゃけロッキー3ですね、あのね、あの、ストップモーションはね、脱ぐ必要のないシーンなのに上半身をあらわにする、ショー、これ要するにビクトリーに変身する、悪夢でのアリサ隊の格好、必要なまでの美女の蹴り技、知ってはいたものの監督の趣味が本当に悪い意味で目立っていたようには知ってはいたんだね、鳴り響いている、肉体をあらわにした男2人が手錠をつながれるのも、露骨なコンビ拍子を感じてしまいました。合体するためとはいうもののあまりにも空っぽな特訓内容、しかも特訓で何かコンビネーション技を、体得したわけでもなし、ショーも言っていましたが無意味だ、中途半端、隊員たちが見る悪夢も子供向け映画だからといって幼稚すぎだと思いました。トマト自体は怖くねえだろ真っ当なツッコミ、テレビシリーズでかっこよい隊員たちを応援してきた私からすれば、弱い一面があるにせよあんな怖がらせ方はさせませんよ監督というね、不満の、ファンならではの不満の声でございました。はい、ということで、劇場版ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ重勇士、私も、今回行ってまいりました。新宿ピカデリーで2回見てきた。ちょっと見た回が夜7時台だったせいかなのかしんないけど、今回はねびっくりするぐらい大人の客しかいなかった。前あのウルトラマンサーガーやった時は夜の回でも結構子供がいたんですけどね、今回なぜか男は大人ばっかり、ただ昼の回はまあ子供でいっぱいだったというのも瀬野陳さんから、番組アドバイザー瀬野陳さんから報告を受けております。まあ去年やってたテレビシリーズの後日談的な劇場版と、でまあその先ほどもねメールにもありましたけど、まあこの
ウルトラマン銀河 S というの自体がもともとウルトラマン銀河の続編だと、その前の年にやってた銀河の続編、でまあその S からの注目ポイントとして、先ほどねもう今回に関してはもうこの監督を軸に語るしかないでしょう、坂本浩一監督が久々にウルトラシリーズを手掛けるというのがやっぱり、ウルトラマン銀河 S の、まあ、久々の注目ポイントだった、坂本浩一さん、まあ、当番組でもね何度となくもう取り上げてまいりましたこの方、今や日本のアクションエンターテインメント界、最前線を行くトップ監督と言っていいんじゃないでしょうか。もうね、特撮に限らずと言っていいでしょう、2013年9月14日ご本人をゲストにお招きしてインタビュー特集もやったぐらいでございます、番組一押し、まあ、特徴をね一言で言えば、まあワイヤーアクションとか、あるいはまあ CG なども組み合わせたりとか、あるいは爆発、ガンアクションとかカーアクションとか、いろんなその要素を組み合わせてちょっとこう新しいアクション、これまでの日本映画にはあんまりなかったような、アクションを追求していると、プラス、まあ、先ほどねメールにも何度も出てました、まあ、お色気要素というかね、私フーターズ感覚と言ってますけどね、フーターズ感覚の健康なお色気要素みたいなのが大好きという、まあ、全体に一言で言うとですね、体育会系的足し算サービスというかね、まあ、そういうもうてんこ盛りというね、常に体育会系で体育会的なネアカ感というかね、そういうものが溢れている監督でございます、でまあ、作品で言うと、まあ、例えば仮面ライダーダブル、そしてまあね、シリーズ監督、一番色が出てると思いますけど仮面ライダーフォーゼ、あと恐竜じゃとかですね、まあ、あとそのライダーじゃなくてライダーとか戦隊じゃなくても、あの電波組インクの、白魔女学園というね、テレビシリーズであるとか、あとねあの僕ちょっとチェックが遅れちゃってたんですけど、去年 V シネで出てる、宇宙刑事ネクストジェネレーションシリーズのあの、シャリバンとシャイダー2作。だからその、あれですよ、ウルトラマンやって、ライダーやって、戦隊やって、あとね、まあ、この間のあれだよ、ライダーのあれだと、ポアトリン、美少女仮面も出てきて、なおかつ宇宙刑事までコンプリートしてるという恐ろしいね、コンプリートぶりを見せてる。特にね、このね、ネクストジェネレーションのシャリバンが僕はすげえ良かったですね。要は、それこそ今回のウルトラマンとかじゃ絶対にできないような、要は V シネだから大人向けにもちゃんと通用するのような、そういう例えば血みどろバイオレンス描写みたいな結構えぐい描写が入ってたりとか、まあお色気も全然遠慮がなかったりとか、あとまあご本人大好きなコメディ要素であるとか、まあ割ともう本当に伸び伸び、うわ伸び伸びやってんな、好き放題やってんなっていうのがあって、非常に宇宙刑事は合ってんなと思いましたね、坂本さんの資質に。まあ、とにかく、まあ、ここ数年ずっと東映での仕事がずっと続いてた感は強いんですけど、でもそもそも、このね、坂本さんが、元はま、倉田アクションクラブにいらっしゃって、で、そこからアメリカに渡って、単身渡って、で、そこでその、スタントチーム、アルファスタントというのを設立して、で、パワーレンジャーシリーズ、ね、日本の戦隊ものを、向こうに輸出して、向こうでその、作られたパワーレンジャーシリーズを手掛けて、で、一旦日本にその、一時帰国されて、現在国籍アメリカですから、一時帰国されてからの第一作は、ウルトラシリーズだったわけですね、この番組でもシネマハスラー時代2009年12月19日に、取り上げて、非常に、新鮮フレッシュ評価いたしました、大怪獣バトルウルトラ伝説ザ・ムービーという、これがあった。だから要するに、まあ、ウルトラにある意味ウルトラに久々に帰ってきた、ちなみにこの大怪獣バトルウルトラ伝説ザ・ムービーはですね、オールグリーンバックで、まあ、CG ワイヤーアクションを多用してですね、で、まあ、世界観的にも昔のですね、70年代後半から80年代の内山守さんという方の漫画、ザ・ウルトラマンシリーズを限りなく連想させる、要はスペースオペラ予選かね、毎回これ言及しますけど、そのスペースオペラ路線、要はスターウォーズ、まあ、ちょっと、これね、意地悪な言い方になるけど、スターウォーズごっこなんだけど、そのスターウォーズごっこをすごく重厚に見せる、マイケル・バータさんという方の音楽がまたね、ジョン・ウィリアムス風ですごくね、よくできてたりして、まあ、非常にフレッシュな出来だった。まあ、ウルトラマンの、特に映像作品ウルトラマンとしては非常に型破りな作品だったんですね。それだけにすごいフレッシュだったんですけど、で、まあ、あれから5年経って坂本浩一さんが再び、メイン監督としてウルトラシリーズに帰ってきたという、そういう意味で銀河 S 非常に注目だったわけですけど、まあ、やっぱりそのじゃ銀河 S どうだったかというと、いろんな意味でですね、今の現行の仮面ライダー感とか、坂本浩一監督作のカラーを引き継いと混ぜたシフトと、ウルトラマン、まあ、つぶらやプロ作品ならではの要素を、それこそですね、フュージョンしたというね、そういうような内容になっていると思います。なんとかフュージョンってねありましたね、これね、ウルトラフュージョンしたというね、そんな内容になっております。バランスになってる。何もだから何も知らずにその過去のウルトラマンイメージだけで見るとものすごいびっくりすると思うんですよね。今ウルトラマンってこういうことになってんのみたいな、ことだと思います。例えばウルトラマン銀河 S、
お話としての縦軸は、まあ、ウルトラマン銀河になる、ライドウ光くん、これはまあところウルトライドとかけてるんですかね、ライドウ光さんと、ウルトラマン銀河 S から登場するもう一人のウルトラマン、このまずもう一人のウルトラマンという時点で結構ね最近のライダーシリーズも近い感じですし、もう一人のウルトラマンビクトリー、ウルトラマンビクトリー、まあ、それに代わる地底人ショウさんという、まあ、この光とショウの、まあ、言っちゃえばバディーものなわけですよ。最初は反発してるんだけど、最後は、仲間になっていくというね、まあ、男ブロマンスよ、ブロマンス、はい、ブロマンスものでございます。この構図で、まあ、この構図がすでにまあちょっと近年のその仮面ライダーっぽいし、何よりもですね、まあ、ウルトラマン銀河はですね、過去のウルトラ兄弟の能力を、まあ、いろいろこう、要するに自在に入れ替えて使えてたりするわけですよ。ビクトリーの方はいろんな怪獣の能力を自在に入れ替えて使えるわけですよ。で、その入れ替えて使うたびにそれ用の装置ガシャーンってやると、例えば、ウルトラマン太郎の力よみたいなことを、その装置が、こういうなんかコールで、こう、うわーって言うわけですよ。要はその、喋る変身アイテムが出てくるわけです。もうこれ自体がものすごく最近のライダーっぽいですよね。要するに自在に過去のアーカイブ感覚が前提になっているとか、過去のライダーのアーカイブ感覚、なおかつそれを装置が喋って、なんとかウルトラマンの力をね、なんとかかんとかゴーみたいなさ、それあるんじゃないですか。そういう、なんか最近のあれっぽいみたいな感じがする。で、当然アクションの見せ方も、当然ですけど、まあ、坂本監督シフトというか、とにかくまあド派手になっててですね、まあ、さっき言ったウルトラ伝説、ザ・ムービー、あとその次の、超決戦ベリアル銀河帝国っていうね、これはまあ坂本さん監督じゃないですけど、あの、のような、まあ、オールグリーンバック路線から離れて、この番組2012年3月31日に扱ったウルトラマンサーガーという作品でございます。これちなみにあの、改めて見直しましたけど、当時も評価しましたけど、これやっぱ改めて見直しても1本の作品としてすげえ、良かったです。やっぱり、あ、これはいいわっていうね。はい。こちらの監督務めてらった、らした長谷川圭一さんは、S じゃない方の、無印銀河のシリーズ構成を担当させて、なおかつ、S では離れたんですけど、じゃあどこ行ったかというと、仮面ライダードライブに行ったというね、この、あの、入れ替わってこう来たというね、坂本さんと。で、そのサーガは、その、オールグリーンバック路線は、やっぱやめて、まあ、要は精巧なミニチュアセット、そしてアナログな操演法など、まあ、昔ながらの日本特撮、まあ、さ、つぶらや、イズムというかですね、を、まあ、CG ともうまく組み合わせながら、まあ、ちょっとあた、こう、今日本でそういう、ミニチュアセットというか、つぶらやイズムをアップデートするならこうだろうっていうのをこう、まあ、見事なバランスで提示してみせた作品だと思うんですけど、銀河 S もですね、どっちかというとそのサーガバランスに近い、バランスだと思います。まあ、あの、ミニチュアセットを使って、で、CG ともうまく作り組みます。ただそこにやっぱり坂本アクション meets、つぶれやミニチュアセットイズムになるとどうなるかというと、やっぱりですね、際立ってくるのは、やっぱ、ケレン味なんですよね。とにかく、ケレン味。もちろん坂本浩一監督はですね、あの、ま、いろいろね、その、それこそライダー、ウルトラからライダー、戦隊もの、美少女仮面、で、宇宙刑事と、いろんなものを手掛けていらっしゃるときに、やっぱり元からあるキャラクターとか世界観を、ないがしろにしないっていうところがあって、ちゃんとそのファン目線、ファンが要するにがっかりしないように、要するに多分坂本さん自身がそれぞれの作品のファンでもあるから、作品世界をちゃんと壊さないように、実はちゃんと過去作の研究をきっちりして、望んでる、その作品に合った作りをちゃんとするようにしている方なんで、例えば今回で言えばですね、オープンミニチュアセットで使うときに、まあ、あの、煽りのショットを対応して、オープンミニチュアセットも煽りのショット。まあ、要するに巨大感の、演出ですよね、巨大感の表現。ウルトラマンはやっぱこういうショットを入れるべきだろうっていうのをきっちり入れてくる。あるいはですね、まあ、戦ってるところでも、何か越しのショット、これわかります？要は、ミニチュアの、手前に何かオブジェがあって、そっから向こうのウルトラマンの戦いというか動きを眺めてるっていうショット、みたいなものの対応。これもやっぱり巨大感、表現でもありつつ、同時にミニチュアセットの味っていうかな、の表現みたいなのは、ウルトラをやるならこれをやりたかったっていうのはやっぱ坂本浩一さんすごく、わかるわけですね。で、なんだけど、その上で、やっぱりザ・坂本浩一的なケレン味っていうのがものすごく足されてるわけですよ。これやっぱ基本足し算の人ですから。ウルトラマン感足す俺！どういう俺かっていうと、まあ、例えばウルトラマン、ドーン、まあ、戦って吹っ飛ばされるときは、やっぱりもうワイヤーでズドーン！で、そのズドーンって吹っ飛ばされた挙句、CG がま、さらに足されてですね、模様はその、街があらかた破壊されてるだろうっていうぐらい、ドーンってこう溝ができるぐらいドーンそっちに吹っ飛ばされていくようなこうすげえ絵があったりとか、あるいは何か爆発が起こるときは当然もう画面いっぱいです画面いっぱいにドーン、もう多分あれは東京は破壊時は跡形もないと思うんですけど、ドーン起こって、なおかつその爆発
を背中に、わかります、平然と爆発、巨大な爆発を背中に平然と決めのポーズみたいな。今日だったらね、あの今回だったら映画の劇場もあったら、エタルダーっていうあの最初のあっちの 悪役の方がそのドーンで決めっていうのをね、こうやってやってて、まあぶっちゃけその絵面はすっごく東映ヒーローっぽいんですけど、はい、とかですかね。あとは例えば、まあ、これは、銀河とかで、銀河じゃん、サーガとかもやってたけど、バンってこう、ウルトラマンが着地するときに、ドーンって要するにやっぱ下に多分火薬なりなんか仕掛けがあって、こう、土のなんていうか、塊が、岩の塊がボーンって毎回上がるみたいのも、やっぱね、前からやってたけど、坂本監督のは量が多いです、やっぱり。ボーンっていうことかね。あと、まあもちろん、プラスアルファで、常にやっぱり生身の人間アクション必ずやっぱりそれも山盛りになってると。まあこうね、非常にその、なんていうかな、本当に最先端アクション、ワイヤーも込みの最先端アクション、格闘としても結構ちゃんと理にかなってるような最先端アクション。なおかつこう、ちゃんと打撃がバンって当たった時は、もう香港映画仕込みでパウダーがパッてこう散るみたいな、そういうイズムがありつつ、プラス、そのただの人間アクションじゃない、やっぱり坂本作品、要するにその肉体に対する信頼なく、みたいな感じなんですよね。もう一つの特徴である、やっぱりお色気要素。健康的なお色気要素。フーターズ感覚。みたいなもの。で、まあ、具体的にはそのお色気つっても、おっぱいっていうのはね、足ですね。太ももです。ぶっちゃけ太ももです。というね。で、それが実際にできる人員っていうこともあんのか、特に女性陣は、過去のその坂本さんの作品で一緒に組んだことがあるメンツが今回のウルトラマン銀河 S はやっぱ多いというのもあったりして、それもやっぱ坂本色が強くなってる。UPG というね、今回その S から始まったその割とこう警備隊的な設定の中のアリサ隊員演じてるね、滝ゆかりさんという方、非常にもうまずもう顔立ちからして、ああ、すごい坂本監督好みの美人だなーっていう感じなんだけど、まあ、今回もね、その、悪夢シーンね、これもう完全に坂本監督の趣味丸出しのあのキョンシーが出てくる悪夢シーンで、あ、普段ほら制服だとちょっと長いズボン履いてるから、あ、これ残念なあたりだなと思ったらちゃんと太ももをね、ところがね、この太ももはね、生足じゃないんだよな、ちょっとなんかタイツみたいの履いてんだよな、ここがやっぱりちょっと、あ、オイルが坂本監督といえばと女性といえばオイル塗りだろうと思うけど、まあ、それはね、なんかね、ちょっとつぶれ合い的に許されないラインなのかもしれないですけど、まあ、とにかくこの女の人、滝ゆかりさん、仮面ライダーダブルのスピンオフのアクセルの方に出てた方だったりとか、あと、まあ、アンドロイドの10っていうね、演じてるマナっていう名前が付けられますけど、テレビシリーズでは特に非常に大きな物語的役割を果たす役柄ですけど、あの、電波組インクのモガミモガさんはね、もちろんアクションはもちろんだけど、ちゃんとまばたき一切せずっていうね、もうちゃんとやってたりとかね、立派だったと思いますけど、あと、まあ、今回の劇場版に登場するキャラクターでも、まあ、要は、ヒロインがあるわけですね。本当は悪くないのに敵に操られて、主人公たちと当初敵対するヒロインっていう、まあ、設定自体は新鮮味ゼロですけど、まあ、それを演じてる、小宮ありささん。まあ、恐竜ジャーの劇場版のイエローバスターの役でも、一緒に坂本さんやってるし、白魔女学園も出てるしっていう、まあ、お気に入りなわけですよ。吹き替えなしでアクションできる人材っていうね。あとはやっぱりですね、メールにもありましたけど、例えばビクトリー変身する小役の、宇治清隆さん。ね、今回の劇場版でも、その訓練シーンで、上半身裸。とにかく、いい体した男は上半身裸。今回、彼の体にはオイルは、ぱちゃっと抜いてありましたね。やっぱね、オイルと、加点ですね、これはね。で、なおかつ、それで訓練してて、その訓練した瞬間が、こう、ストップモーションになる。これはもう完全にロッキー3オマージュであるとかですね。言えば言うほど、どんどん東映っぽいなって感じがしてくるんだけど、あとその UPG の隊の豪気隊員っていうのキャラクターのさ、あのマッチョな感じが、とにかくザ体育会な感じとか、で、例えば訓練シーンの最後さ、まあ、ロッキー3って言いましたけど、その、二人がさ、こう、タッチって言ってる、ウルトラタッチって言って、まあ、ウルトラマンエースのオマージュが入ってるとか、もろもろのバランス、とにかくその、アクションのやり方であるとか、お色気の入れ込み方と同時に過去のいろんなものに対するちゃんと、敬意の払い方みたいな、もろもろのバランスがやっぱり、坂本浩一作品だ！ウルトラシリーズって言えばやっぱ坂本浩一作品っぽいって感じがする。で、ぶっちゃけですね、今回の劇場版生地テレビシリーズの方が、特にその最終話のなおまか話がずっとこう一続きになってるんですけど、それが結構ちゃんと盛り上がって終わった分、特に15、16話、坂本浩一監督が自ら監督してる15、16話最終話、2話は、絵的にもそのさっきのドーンって吹っ飛ばされる絵とか、すごい気合入った絵いっぱい入ってたりして、とか、まあそのアンドロイドのね、ワンゼロ、モガさん演じるアンドの運命とか、非常にドラマチックに盛り上がった分、ぶっちゃけ今回の映画版、お話的には完全に打足です。
もうファンサービス以上のものは全く期待してはダメです、はいはい、と思います。さっき言ったそのヒロインの設定とかも非常に陳腐だし、ましてそのエタルダーっていう今回のその敵とかは非常にもう 何を考えてるのかよくわかんないっていうか、ただの悪役っていう以上の意味がなかったりして、そういうとこはあんま期待しちゃダメです正直。あとまあ悪夢シーンとかその坂本監督らしい足し算サービスも楽しいけど、例えば僕はねむしろね、あのサクヤスっていうさ、あの地底人の女の子、あの小池里奈さんが演じてるね、地底人の女の子が虫を怖がる、地底人でしょお前っていうなんかねとかね、そういうのはまあそんなのはいいんだけどさ、でただ今回のその劇場版一番の見どころはクライマックスで、要するに敵の要塞の中をですね死亡遊戯形式で、ウルトラマンたちが一回ずつ登っていくと、それぞれの宿敵怪獣が現れて戦うっていう、まあその下りなんだけど、そこでやっぱウルトラマンっていうのは仮面ライダーとかと比べるとやっぱ戦い方のスタイルの差がそれほど分かりやすいわけじゃないと思うんですよね。なんだけどそこはさすが坂本浩一監督というべきかですね。例えばあの仮面ライダーシリーズで言うとフォーゼのザムービーっていうね、この番組でも2012年8月やりましたけど、あのフォーゼが全技を手もう律儀に全部の機能を使って見せるっていう全のせシーンあったじゃないですか。あの全のせサービス精神を発揮して、まあ、ティガー以降のですね、今回出演するティガー以降のウルトラマンの特徴であるタイプチェンジみたいなところ もう盛り込んで、でそこに先ほどメールでもあったようにそれぞれのシリーズの BGM まで合わせたりして、でそれを繰り返し繰り返し出すというですね、はい、全部乗せて全部乗せて全部乗せて全部乗せファンサービスっていう、そこのセービス精神はやっぱりもう相変わらずなんですよ。だからそこはすごいあの素晴らしいところなんだけど、逆に言うと一元さんにはひたすらくどい繰り返しが続くだけだから、あの例えばプリキュアオールスターズのさ劇場版のあれで変身シーンがとにかく繰り返されて、こっちがガンダこうクラクラしてくる、まあ、それに近い状態にはなってきざるを得ない。ただその中でも、まあ、その坂本さん自身が、デビュー作を出かけたと言っていいでしょうね、ウルトラマンゼロとベリアルって、まあ、宿敵がいて、まあ、さっきの、あれですよ、ウルトラマンのね、その映画のあれでも出てきたその二人がですね、そこの対戦のところだけはやっぱりあの他の、過去のウルトラマンとやっぱりね演出のテンションが全然違うんですよね。そこだけ乗ってるっていうか、明らかに生き生き度が違う、ちゃんと格闘度も高いしっていうことで、はい、みたいな温度の違いも感じられたりはしました。ただね、今回の映画に限らずですけど、僕ちょっとねここのとこのウルトラマンとかガジェットのデザインが僕はあんまりかっこいいと思えなくてですね、まあ、正直おもちゃが欲しくならないっていうことなんですよね。そもそもその銀河スパークとかビクトラリーランサーというその道具にねこうくっつけてまあ変身する、スパークドールっていうのがあるんですけど、これが要するにソフビ人形なんですよ。もろにマーチャンダイスにしてもちょっとそのあまりにも、しかもそのくっつけるスパークドールがもうお腹に線入ってて、だから本当にソフビなんですよ。とかあとその UPG ってそのね、うん、警備隊的なのが乗る車が、まあ、日産とのタイアップ、これはいいでしょう。で電気自動車としての機能が、劇中で特にドラマシリーズの中では結構活かされます。これはまあ分かります、いいんだけどかっこいいくはないよね。うん、やっぱりポインターとは言わないけどさ、はい、あの小型の電気自動車なら小型の電気自動車なりの何かかっこいいデザインってあるはずだけどなっていう気がするんですが、いかがでしょうか。まあそのもろもろも含めてですね、今回その最終さっきね15、16話か、って言いましたけど、それと並行して今回の劇場版撮ったという事情も含めて、いろいろちょっと制約とか縛りがまああったのかなという感じは、だからやっぱりちょっとこう東映仕事に比べると何かこう若干坂本さんの個性がと居心地悪そうに感じられるように見られるのが素人目にはちょっと感じられた気もしますが、はい、ということで坂本浩一監督にはですね、やはりいつか内容的縛りがなく、予算もできるだけ豊潤に、全面的に好き放題な作品をいずれはやっぱり作っていただきたい、大人向けということも含めてね、作っていただきたいなと思う次第でございます。先ほども言いましたけど、近年のやっぱ坂本浩一 作品で一番近作で言うと、やっぱ僕はあのシャリバンがすごく面白かったので、坂本浩一ファンまだ見逃している方はぜひお勧めしておきたいところでございます。ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル